青春短編声劇青色作佐々木達夫牛の水蔵を食べたい部活帰りの夕暮れ河川敷はあ、今日も腹減った牛の水蔵を食べたいへへ、えー、なんだそれ牛だよ牛もう。 つかさ、だからさ、焼肉行こう。がっつり食べよう。いやいや、俺のものまで流すなよ。てか、焼肉くらい一人で行けよ。一人焼肉できるほど、私らまだ大人じゃない。大人じゃなくてもできるだろう。一緒に行こうよ。高校生のお財布に焼肉は優しくないんだよ。香りと違って俺、バイトしてないし。つかさ、じゃあ言うけど。 私が書した小説まだ読んでないでしょうえ。今その話題おあれだろ読んだよ、読んだ。だったら私が水臓を食べたい理由、わかるよねそれはわかんねえよ。やっぱり読んでないんだ。君は水臓を食べられない女子の切なさが分かってない。なんだそれ水臓はね、毒素を分解するんだよ。私たちの毒も分解してもらおうよ。俺そんな毒溜まってねえよ。 毒舌じゃんてか香りはどこか悪いのかよ。まあ、将来への予防的なあのな、てか水臓、うん、水臓って言うけどさあ、そもそも食べられるわけ。え牛の水臓なんて聞いたことないけど、ホルモンとかカルビとか牛の水臓は何て言うんだ、うん知らない知らないのかよ。 虫の水槽を食べたい。それ言いたいだけだろバーカ。<music>